さあ、ゴースト・オブ・ツシマ続きをやろうかなと。現状まだこの辺りいろいろあるんでやっていこうかと思いますね。とりあえずじゃこの辺りから見るか。あ、お風呂か。なんか久しぶりな気がする。勝手に入っちゃっていいのかな今更だけど。思うこと。疲れ。あ、石川先生ってあるな。石川先生も湯に浸かるべきだ。常に鶴のように張り詰めておられて穏やかに過ごすことはあるのか。石川先生言われてる。石川先生のとこも行かないとな。そこなんか情報あるっぽい。一応聞いておこう。実は念をつけた男にまつわる話を聞いてから怖くて眠れないのです。今はおとぎ話に震えている時ではなかろう。本当の話なんです。あの内常公の長久を守る神だそうですよ。少し休め。俺がその男の正体を突き止めよう。詳しいことは日吉の湯にいる奉仕に。ですがくれぐれも内常公の呪いには用心してください。ん、なんかあるよ。日吉の湯にいる奉仕。ちょっと待って、これか。え、ちょっと行ってみるか。これお侍、そちらは坂井家の太刀では。詳しいようだな。知らぬ者はおりません。それにしても聞きしに勝る美しさ。まさかこの目で見られるとは。竹を切る稽古か。懐かしいな。よろしければ一度お試しください。あ、稽古台だ。これか。やるか。うん、あれ今回楽かな。あ、1回でいける。 L1 バツバツ、 L1 三角三角、 L1。 あ、ちょっと難しいかも。よし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 。稽古台こんなとこにあったんだね。その太刀はまさに宝刀にございます。優れた刀鍛冶が仕上げたのでしょう。しかし腕を上げるには稽古あるのみかと。鍛錬を怠るべからずか。稽古台はいくつもございます。ぜひお探しになってください。これもっと最初にではお達者で。ここに来るはずだったんだね。なるほどね。で、奉仕っていうのはこれか。じゃあこちらへ。内常公の伝承でございます。ちょくちょく会うねこの人とね。西へのこと、翼持てるあっきありて災いをなす代理内常公を召されり、内常神の籠せし弓を持つ東大一の弓取りなり、再びあっきこしたれば弓をひっつかみ居落とさんとて立ちに蹴り、狙い誤たず山はるか雲をつかんと飛ぶ行きて、うちつね放つただ一心、真の像を抜きたり、あっき地に落ち、末路の息をうちつね公に吐きかける。ほどなくうちつね随所にあっきの姿見えれば、明賀の弓で余さず入れども、人の叫びのみ聞こゆ、いだるるは皆人なり。内常公ついに捕らえられ、
死刑ならんと覚えども帝を哀れにおぼし召す。打ち常対馬へ流されて幾とせの後こと切れる。覚えるものもわずかなり発狂を打ちしかの弓は対馬の島のもの隠し、弓が待つのは名人かはたまた呪いの生贄か。超級って言ってたもんな。反響よりも強いってことなのかな。遠くまで飛ぶってことですかね。呪いはともかく良い弓のようだ。お気をつけくだされ。かの弓は求めるものを闇に誘うと申します。覚えておこう。だがどこを探せばよいのだ。心を鎮めるため内常公は海辺行き青い紫陽花の中を散歩していたとか。手がかりになりますかな。うん、じゃあ行ってみようか。結構近いぞ。よし。奉仕が言っていた青い紫陽花、この近くだ。うん。お？妙だ。妙だ。あの岩、隙間が。え、これ正解かな。青い花に囲まれた小島、弓はここにありそうだ。うん、絵を手に入れた。これが内常の墓。なるほどね。よし、小島を探せってあるな。これ以上呪いの弓を探すな。死ぬことになる。天狗の面をかぶっておった。それにあの戒め、油断はできんな。オナニープレイって言ってたね。殺しておくか。これだな。よし。青い花が咲く山か。弓はここに違いない。絵を手に入れた。外出るのか。この島はど…顔を寄するな。さもなくば対馬が滅ぶ。何者だ。何を言いたい。意味はないと思う。指を打てないぞ。怪しい人のこと言えない。天敵못했어용왜이야흥빨리찔러으쌰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 으
ございます。さあ早く逃げよう。どうかお受け取りください。青い花、この方向だ。この辺か。ここですかね。お、遺跡っぽい。よし、弓はあそこだ。内常の長球。最後まで死に取りつかれることになるぞ。あ、天狗との勝負。いいな、その天狗の面欲しいな。もらえないかな。しかし汚れすぎじゃないか。呪いが恐ろしくはないのか。猛虎を倒すことが先決。呪いは後で考えよう。一回でけた。すげえ、鳥すげえ。夢だよなこれきっと。わあ、クリアした。長球ってどうなんだろう。
半径よりも遠くに飛ぶってことなのかな。噂広まる。敵討つ守り人。結構強くなったね。長距離威力が高く照準を合わせやすいか引き絞る時間が長い。長距離鍛えますか。破裂や長距離でしようか。着弾後に爆発して周囲の敵に火をつける。煙玉の煙で体力が 25% 回復。そんなあるった。へえ。スモーキーなところに強くなるんだきっとね。差し上げましょうか。弓を強くいたしませんか。反響はこれじゃ私ではこれ以上鍛えられません。じゃあこれどんどん鍛えていこう。こちらでいかがでしょう。天下無双の弓ですよ。はい。ではあこれか。酒井様、よろしいでしょうか。話があります。ああ、何事だ。ここではお話できません。こちらへ。さあ、何だろうね。兵衛と申します。この店の主。何か買ってもらいたいのか。いいえ、別荘もありません。誰にも聞かれません。何をか申してみよう。村の春尾がおかしなことをしているようで、日が沈むと村を出てそのまま夜明けまで戻ってこないのです。昨夜後をつけたら墓所の近くにあるあばら屋で野党と会っていました。野党だと。それは気になるな。あばら屋を見つけ企みを暴こう。よし、なんだろうね。やってみましょう。よく話してくれた。とんでもございません。ここか。昇級試したいところか。イエーイ。あと3本しかない。状況いいかもしんないぞ。ドーンって感じでさ。さあ、ここです。春尾とやるはここで野党と会っておるそうだが、人はおらぬか。調べてみよう。晒しぬのか。わずかに血が。おそらく朝出だな。灰が多いな。幾度も火がつけられたようだ。誰かの飯食ったばかりだ。これは確かに怪しいな。一度隠れて春尾や野党が戻ってくるのを待ってみるか。こんなとこに隠れちゃう。まあ夜だしバレないか。村からは無事に出られたか。ああ、だが猛虎兵を見かけた。俺たちを探してるんだ。急がなければな。で、何を持ってきた。神社の御神体。おお、そりゃいいな。猛虎に奪われなくてよかった。早く埋めようぜ。野党め、どこに運ぶつもりだ。俺誰か来ないかよく見ておけ。他の連中は隠れてる。何度か猛虎が小屋のそばを通ったが、今のところ誰も見つかってない。おい、聞こえたか。馬だんだ。猛虎、隠れろ。猛虎来たね。去ったな。行くぞ。
運が良かった。この前タモンが見つかったんだ。騎兵が増えてきた。あの侍のせいだ。どの氷でも奴を見つけようと躍起になった。いっそみんな殺してくれるよな。お前たちもすぐに送ってやるぜ。もうすぐださっさと街道から離れようぜ。タモンはどうなったんだ。有塚の上で貼り付けにされたんだよ。死ぬまで悲鳴を上げてた。そりゃひでえ。何をしておる。ご神体を埋めることになるとはな。猛虎に持っていかれるよりはマシだろう。野党ではないようだな。何やってんだろうね。急げ、嫌な感じがする。コオロギあった。よし、これで安全だ。話せって言ってるな。じゃあ話すか。お主ら、そこを動くな。まずい、つけられてたんだ。あれ、例の侍だぞ。あなた様でよかった。野党からさような言葉を聞くとはな。それは誤解です。アザマウラから猛虎を追い払われたそうですが、奴らが戻ってこないとも限りません。だから神社の貴重なものを隠しているのです。奪われぬよう。コウタロウ、聞け、大変だ。どうした、みんな置いてきたのか。敵じゃないのか。こやら、見つかったんだ。みんな捕まったのか。殺されるぞ。敵は何人だ。数えきれないほどです。戦える者は俺と騎兵が。ついてこい。他の二人は小屋の仲間を守れ。武具は手近な者を使え。小屋そこだ。四方から来るぞ。隠れ。守れててる。もう小屋倒せ。こんなに臭い。どうしよう。やるじゃないか。どうしよう、取り返す。よし、やっつけたか。誰か深手のやつなんだ。いや、お前らのおかげでな。俺たちじゃない、酒井様のおかげだよ。俺が何をした。この者らは猛虎から逃げてきた者や家を失った者です。守っておったのか。そのつもりです。後で盗むため宝を隠したのではないのか。違います。金が欲しいのではなく、猛虎が去った後のことを考え、人助けをしたいのです。ならばアザモウラに連れて行こう。あそこなら安全だ。なんかいいやつだったんだね。止まれ、野党どもが何の用だ。裏には入れんぞ。
俺の連れだ。野党であろうともかくまってやってくれ。ですが信用できません。こやつらは猛虎と戦った、守りの役に立とう。そうおっしゃるなら門を開けろ。こいつらを通してやれ。酒井様、お礼の言いようもありません。仲間を守ったように村を守れ。約束します。猛虎が去った後、宝の在りかを皆に知らせるのだぞ。もちろんです。信じてくださりありがとうございます。名前族になってる。族じゃないんだろ。でも、いいやつもいるんだね、たまには。